エチオピアアディスアベバから、エチオピアエアラインで、サンパウロへ向かいます。ここからですね12時間と、半ぐらいの旅になります。機体はですねこちらです。はい、登場しました。アディスアベバからサンパウロがすごい人が乗ってますね。乗員率でいうと7割ぐらいでしょうか。ブラジルの入国が緩いのかな、ちょっと分かんないですけど、密ですね。はい、今ですね、食事の時間になったんですけど、こういったですねスナックをもらっただけですね。お菓子、普通にご飯が食べたいです。ご飯ください。 あとねこれ飲むね、これスプライトをもらいましたけど、普通にご飯が食べたいです。はい、食事の時間がやってまいりました。今回はですねビーフをセレクトしました。こんな感じです。見えますかね。じゃあ開けます。ちなみにチキンと、ビーフとあとはフィッシュですね。チキン、ビーフ、フィッシュであってチキンで、今回はビーフ、こんな感じです。では食べていきます。はい、食べてしまいました。まあね、全部美味しかったんですけど、1個だけだね、お米っぽいのはちょっとですねやっぱり日本人には、パサパサしすぎのお米っていう感じだったので、それ以外は美味しく、デザートのね、ゼリー、マンゴーとパイナップルが入っていました。でこの後はとことんまた寝ます。そしてサンパウロに着く、まあ、2時間前ぐらいにまた食事があるのでそれを食べてっていう感じですね。はい、まあ、この連続です。2フライト連続で、お届けしてまいります。はい、アディスアベバサンパウロ間の2回目の食事がやってまいりました。もうなので、着陸まであと2時間弱という時の食事ですね。今ずっと寝てたんでやっぱあっという間ですね。12時間のフライトで10時間ぐらい、まあ、実質ちょっと映画見てたんで、何時間だ ?8 時間ぐらい寝てましたね。あっという間で、食事がですねこんな感じの食事で、チキンですね。チキンとね、多分ね他にも種類があったと思うんですけど、今の僕のね後ろのね機体の後ろの方の席なので、言われませんですね。はい、チキンオンリーみたいな感じで、特にセレクトできなかったので自動的にこれの食事になっています。はい、ではこれ食べてですねまたちょっとうとうとなんかねダラダラしてたらもう着陸っていう感じになりそうです。はい、ブラジル一旦ですね今、到着しまして出国手続きしました。で一旦出国して、この空港内にですねホテルがあるのでそこで、滞在して、明日ですねボリビア最終目的地に向かいます。なんかあっという間ですね。じゃあ外に出れます。ここのですねブラジルのグアルーロス国際空港はなんやかんや言って3度目ですね。3回ブラジル南米へ行くたんびに、ここを使っていろいろなところに飛んでるので、まあ若干ね慣れてるっていうのはありますね。なのでターミナル3にホテルがあるらしいので、ターミナル3はね使ったことないのでどこにあるのかなと探しながら進んでいきます。こんな感じですね。ここがちなみにターミナル2ですね。ここが2。